ウルメイワシは、ニシンメ、ニシンカに分類される魚の一種。全世界の温暖な旋回に広く分布する。日本ではマイワシ、カタクチイワシと共にいわゆるイワシの一種として、重要な水産資源となっている。地方名として、ウルメ、ダルマイワシ、ドンボなどがある。生魚は、全長30センチメートルに達し、マイワシより大きくなる。目が、大きく、さらに、 油まぶたに覆われて、潤んでいるように見え、和名はここに由来する。下顎が上顎よりも、わずかに前に突き出る。体色は、背中側が藍色、腹側が銀白色で、他に目立つ模様はない。体は、前後に細長く、断面は、背中側がやや膨らんだ卵型をしている。 一重列の鱗数は53から56枚で、片口イワシやマイワシよりも鱗が細かい。腹筋が背びれよりも明らかに後ろにある点で片口イワシやマイワシと区別できる。他にも片口イワシとは口が小さいこと、マイワシとは体の断面が丸く背中の青みが濃いことなどで区別できる。全世界の熱帯、温帯海域に広く分布する。特に暖流に面した。 沿岸海域に多い。春から夏には北上、秋から冬には南下するという季節的な海遊を行う。日本沿岸でも夏は北海道沿岸に群れが出現する。海面近くで群れをなして遊泳するが、群れの規模はマイワシよりも小さい。生魚の餌はプランクトンで、口とエラブタを大きく開けて泳ぎ、エラハでプランクトンを露化接触する。産卵期は 春から夏にかけてで、南方ほど早い。受精卵は、直径1.2ミ、mm、リメートルほどの分流規制生卵で、ある。巻き網、棒受け網などで漁獲されるが、漁獲量は、日本産イワシ産種の中で最も少ない。マージなどとともにサビキを用いた釣りで上がることもある。城ヶ島、三浦半島でよく、干物にされる。西日本ではほぼ終年漁獲されるが、 産卵を控えた冬が旬とされる。小型のものは、カタクチイワシと同様に干しにされるが、大型個体もほとんどが目指し、丸干し等の干物に加工される。これは、痛みが早いからだが、マイワシより脂肪が少なく、干物に適しているというのも理由として挙げられる。新鮮なものは、刺身や塩焼きで食べられるが、痛みが早いので、鮮魚としての流通は限られる。 ありがとうございます。